ていう夢だった。すっての夢だから、うん、それも夢だ、ね、夢なの。え、でも大学の明治大学の帰りにも夢落ちてたよね。あれなんか夢多くない？え、夢あったっけ？そう、でもそう、奇跡だからね、あれは。あれ夢じゃなくて奇跡だ。あれ奇跡、ミラクル、現実なんだ。もはやミラクル、あれは。なんだっけ、名城の帰りプ。いや、本当に分かんない。何が分かってくる？これ激しいの、結構。あ、そう、ハゲ、だって、え、言えるか言えないの、あんまり。別に解決した話だよ。怖い、本当に。あの、でも分かんないけど、信号で、うん、結構あのヘトヘトじゃん、交流になって、ね、大変だったね。めちゃくちゃヘトヘトで、その後ね、俺自分の大学の学祭にも顔出したの、うん、その、仕事があったから、うん、バーッつって、結構夜11時ぐらいで信号、最後の岡崎インターの集合がバーッて止まってて、気づいたらなんか、足からブレーキ離れてて、怖っ。本当に夢じゃん。遠赤が近寄ってきて、うん、なんかタイヤがわっって言って、タイヤが行っちゃった。タイヤがわっってわっドカンテロップみたいにこう、じね、あれが出て、わっ、ね、わっ、わっ、そう、気づいたらポケットからなんか勝手に携帯が出てきて、なんか電話してて、夢だ、夢だね。白と赤の人たち、白と赤の車が来て、わーわーは言ってなかったかな。こんばんはーって記号で出てきた、こんばんはあのマークでね。で、学生の親父がブチ切れでながらこうやってシャッシャッってなんかこのシャッシャッキーね、ジャッキーだけですブチ切れ、ブチ切れってなんかそんな意味もあった。そう、手術寝ちゃうんだ。でもね、それ以来俺も休憩するんだった。なるほど。あの時だからミラクルよかった、運が良かった。それ以降だってどんなに時間が経とうが俺寝るもんそのちゃんとコンビニとかで。あ、大事ですよ。あるな、俺もファンカードの時奇跡起きた。いや、だから奇跡じゃないの。ガードレールに破壊された話でしょ。ガードレールが寄ってきた。ガードレールに煽られた。あるよね。